さ、まあ有名なやつあるんよ。エアバジとかピッコロカーメとかね。まあ多くの勇者も持ってたやつなんだけど、まあわかる。あの辺は運転もしやすいし、収納も多いし、安定感あるよね。それに比べて、これのカインズの愛車は値段で言うと3分の1くらいだもんよ。まあカインズだし、安いわな。だから俺のこのカートがエアバギーとかピッコロカーネより間違いなくいいとは言えねえのな。ただ大事なことを言わせてもらうんだけど、まあ普通に動くわ。